はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、呼吸コロナ対策エクササイズということで、呼吸トラブルですとか、コロナ後遺症改善に有効とされているエクササイズをですね、6つ具体的なものをリハビリとケアマネの視点から分かりやすく紹介させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、まずは、上肢と体幹部のストレッチから紹介させていただきます。で、上肢というのは何かというと、この肩から先の腕全体のこと、指先まで含めてのことをこう言います。で、この上肢の動きというのはもちろん呼吸にも関わってきますし、例えばご飯を食べるとき、食事動作とか静養動作、顔を洗ったりするとき、この日常生活活動 ADL にも深く関わってきています。で、体幹部、コアというのは、いわゆる私の胴体の部分のことを言います。で、まあ、例えば胸郭とか、肩甲体とか、脊柱、骨盤なんかが含まれています。で、この体幹部は内臓を保護するという役割と、姿勢の調整に関わっているという役割があります。で、この上肢体幹部のポイントは、上肢と連動している体幹部も一緒に動きを高めるというところがポイントになってきます。で、これなぜかという、この体幹部に付着している筋肉は、この呼吸に関連しているものは実は大変多いです。なので、ストレッチによってこれをこう伸ばして柔らかくするということで、その動きを高めていくことが呼吸改善につながってきます。なので、上半身全体をこうぐーっと伸ばしたり、倒したり、ねじったりするという動作を組み合わせるということが効果的ですし、そのための方法を今回3つ紹介させていただきます。まずは肩の挙上運動、呼吸に合わせて両肩のこの上げ下ろし、こういう運動ですね。これが有効になってきます。それから体幹の回旋運動といって、こう呼気に合わせて上肢と一緒に体幹部をぐーっと回していくと、こういう運動になってきます。それからもう一つが体幹の側屈運動といいまして、呼気に合わせて上肢の体幹側面をぐーっと伸ばしていくと、こういう運動になってきます。で、一方で注意点もあります。注意点としては、呼吸を止めずにゆっくり時間をかけて実施してください。ちょっとあと体調が悪い時には無理をしなくて結構です。運動量を減らして中止をするということで、無理なく行っていただければというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。そしてここから今度は下肢の筋力強化を目指した運動についても紹介させていただきます。下肢というのは足の股関節から足の先までの全体のこと、まあ股関節、膝関節、足関節というところが含まれてきます。実は呼吸トラブル対策に加えて、新型コロナウイルス感染症の特に疲労感ですと倦怠感からの脱却に、この下肢の運動は大変効果的であるということは実は分かってきています。で、そのためのエクササイズ、今回3つ紹介させていただくんですが、1つはもも上げ、股関節の屈曲ということがあります。ももの部分を高く上げるということをやっていただくといいです。2番目としてはハーフスクワット、膝の屈伸運動を行いながらこうスクワットをするということがあります。ただ半分程度曲げるということで十分目安効果がありますので、まあ深く曲げると負荷も強くなるんですが、この辺りは調整しながら行ってください。それから3番目はカーフレーズといって、いわゆるかかとの上げ下ろしです。少し浮かせる程度に上げ下ろし運動を行ってください。で、行う量なんですが、だいたい8から12回を1セットというふうにして、これを1日3セット、週に2、3回程度行うということが一つの目安になります。ただその一方で注意点として、やはり体調が優れない時ですとか負荷が強い時というのは、無理せずできる範囲で行っていただいたりということが十分必要かと思います。あとこの下肢の運動を行う際には、まあ、例えば立った時にふらついてきてしまって、これが転倒の原因になってしまうなんてこともありますので、そういった場合は例えば座って行うという方法もありますし、それから壁ですとか机を支えて安全面に十分配慮をした上で行っていただけると、より効果が高まってきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。